ゆきさくら。ねえねえ、ゴーストって知ってる？違うわよ。都市伝説っていうのかな。最近話題になってるんだよ。ああ、そっち方面。最近勉強ばっ…いや、私だって余裕なんてないけどさ。予備校で噂好きの子に講義中に無理やり聞かされちゃって。いや、私だって余裕なんてないけどさ。予備校で噂好きの子に講義中に無理やり聞かされちゃって、好き。トールチャイルで、ゴーストが何って？出るらしいんだ、旧市街地のあたりで。好像出来在前世区的周围。いかにもって感じだよね。でも昔からあの辺オカルトスポットだって。最近失踪事件が相次いでるらしいよ。최근실종사건이연달아누인것같아。それでね、失踪した子がゴーストに連れ去られていくのを見たって人がたくさんいるのよ。この時期みんな溜まってるからね。C 組の武田さんだったかな、受験のストレスから逃げるために内緒でスキー行っちゃって、パニクった親が捜索願い出して大騒ぎになったらしいよ。ゴーストよりも怖いのは受験だね。うん、私も受験も何もない世界へ失踪しちゃいたいよ。逃げるな逃げるな。
ねえねえ、ゴーストって知ってる？A better subtitle for current text. 違うわよ。都市伝説っていうのかな。最近話題になってるんだよ。優しい感じ。